ヒトジョ情カの系統樹ヒトジョ情カホミノイデアは、人の仲間と大型類人猿をくくる猿目の分類群である。ヒトジョ情カには、ヒトカとテナガザルカが含まれる。ヒトジョ情カの解分類は、従来は、ヒトと類人猿をカレベルで分けていたが、DNA 解析等の知見により、現在では、ヒトカに類人猿も含めることが、一般的である。 ビサ猿類であるヒトジョウカがオナガザルジョウカから分岐したのは2800万年から2400万年前頃であると推定されている。五種のヒトジョウカの肝臓から尿酸オキシダーゼ活性は検出されなかったがヒトジョウカ以外の旧世界の猿と新世界の猿では尿酸オキシダーゼ活性が検出された。ヒトジョウカの共通の祖先が旧世界の猿から分子した際に 尿酸オキシダーゼ活性が消失したものと推定される。尿酸オキシダーゼ活性の消失の意味付けは、尿酸が直微猿で合成能が失われたビタミン C の抗酸化物質としての部分的な代用となるためである。しかし、人を含む人浄化では、尿酸オキシダーゼ活性の消失により、難溶性物質である尿酸をより無害な。 アラントインに分解できなくなり、尿酸が体内に蓄積すると結晶化して関節に、積出すると痛風発作を誘発することとなる。テナガザルを含めた現象類人炎では、オア失われているありがとうございます。